あの人の現在。元プロ野球選手の新垣渚さん、ソフトバンクで活躍していた投手ですが、現在は何をしているのでしょうか。2003年から福岡ソフトバンクホークスで活躍していた新垣渚さん、2016年に現役を引退し、2017年からはソフトバンクの球団職員として働いていました。野球復興部員として野球教室の指導や運営に携わっていたそうですよ。福岡ソフトバンクホークスジュニアチームの監督などもしていたということで、指導者として力を発揮していたと言えるでしょう。現在はホークスベースボールスクールのコーチとして、子どもたちに野球の素晴らしさを伝えているということです。ホークスの子会社アクロビーツというところと契約をしていて、自営業という形のようですね。もともと現役時代からお金の管理はしっかりしていたという新垣渚さん、現役時代からセカンドキャリアについて考えていたということで、しっかりしているのがわかります。2009年に結婚されていますが、その頃からはお嫁さんにお金の管理をしてもらい、お小遣い制だったということでした。現役時代で毎月20万円のお小遣いというのは、プロ野球選手としては少ない気がしますが、それでも不満もなかったということ。現役を引退して給料が減った時には、お小遣いも20万円から8万円に下がったそうですよ。まあ給料が下がったんだから仕方がないとは思いますけど、今ではお小遣いももらっていないということでした。本業の野球教室の給料は全て家庭に入れて、副業の収入を自分のお小遣いにしているというから、家庭のことをしっかり考えていますよね。子供も3人いるということで、これからお金がかかるというのが分かっているからこその貯蓄なのでしょう。現在は週5日がホークスベースボールスクールの指導で、残り2日がイベントやメディアへの露出ということです。やはり元プロ野球選手というのは仕事があるということなんでしょう。現役時代に活躍していたからこそというのはあると思いますけどね。また野球界に貢献していきたいという思いがあり、一人でも多くの子どもたちに野球に興味を持ってもらいたいとアクションを起こしているということでした。株式投資などにも興味があり、いろいろと勉強しているそうですよ。現役時代よりも長い生活がありますから、こういったセカンドキャリアはしっかり考えた方がいいということでしょう。そういう意味では新垣渚さんはしっかりと現実を向き合って生きていると言えるでしょう。これからも野球界に貢献してほしいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。